あれね、本当危ないですから。今警察の方がねアナウンスしてくれたんですけど、危ないですよね、この辺ね。本当に気をつけてください。はい、今名古屋駅周辺走ってきたんですけど、危ない瞬間ありましたね。青から赤に変わって右折だけの信号になったんですね。当然歩行者はね赤です。でも歩行者の方がね乱横断してしまって、危うく右折車とね事故でした。で注意したんですけどね、23危ない、歩行者の方気をつけてという感じで右折車の方にねジェスチャーして、まあ見てくれたかちょっと分からなかったですけど、まあ難を逃れた感じでしたね。でそしたら後ろのパトカーの方がねちょっと語気強めにね、歩行者の方気をつけてねと、まあたしなめる感じで、歩行者の方気をつけてくださいね、アナウンスしてくれました。まあああいったね乱横断しないように本当にしてくださいね。右折車と歩行者の事故本当多いですからね、多くのね事故右折左折で起きてますから、本当に乱横断気をつけてください。